おじいさん、またゲームなんかして。今日はお天気もいいですし、お散歩なんか行きましょうよ。外はスカン。またおじいさんったらそんなこと言って。本当はおじいさんが外好きなの私知ってるんですよ。足が疲れるやろ。あんまり無理するでない。お前がいたらいいんじゃ。今日が何の日か覚えてますか？何だったかな。結婚記念日だったかな。おじいさん、てっきり私は忘れちゃってるかと思ってましたよ。おじいちゃん笑い。何が始まった？おじいさん。何これ？もう魔界村ばっかりするのやめてください。魔界村は魔界村なんや。超魔界村が楽しくて。バカ。ゲームは古いけど。しゃ、向けられてもないよ。何を言うことがある？俺は誰？あ、ゆっくりしていってくださいね。誰？俺は俺？やりますか？誰俺？おじいさん、今日は結婚記念日でしたけど、お料理は後で準備しますからね。料理なんかいらん。え？わしが作る。最高。そういえば、昨日隣の奥さんに一緒にダンスの習い事やろうって言われたんですけど、ああ私みたいな、ね、老人が今更ダンスなんてやっても。やらん方がいいかもな。ですよね。ばあさんがダンスなんかしたら周りのじじいが黙っとるからな。顔嫌やわ。顔うるさい。長。そんな思んない。え、マジ笑いや。珍しい。マジ笑いちゃって。死んだ？大丈夫です。コントローラー投げられてましたけど。クソゲー。最低。ゲームバランス終わった。言うか。おじいがゲームバランスとか。わからんけど、俺ら世代が年寄りだったらこんなんなんか。わからんけど。どちら様ですか？さっきまで。さっきまでなんか喋ってたのに。何ですか？やりますかみたいな。